れば、個人差って気取り立てなされません。何、個人差れ。馬鹿を申してない。俺は個人だとしから。またね、気取り立てなされません。気の手当てなどはいらん。このままでよろしい。よろしくはござらん。だての追いつけたる者は、目玉をぶらぶら下げとっては見苦しいござる。そればかりではない。万一苦しくなった場合、天意が増えてござろう。そうそう下がって、手当てなされ。地獄もっともない。だが、下がるのはいいでしょ。馬鹿、ここは戦場でござるぞ。おやつとは違う。分かった。力は見苦しい目玉を気にしてよ。の痛さに気を失いかけられましたので、意外なき大将かなと勇気を出さしめるべく申し上げましたのに、我を思わず不覚をいたしたと仰せあって、凛々しくお立ち上がりなされました。その勇猛さに居並ぶ者どもただただ驚嘆いたすばかりにござりました。今朝ほどはどうしておったか。一向ひるむご様子もなく、角田城にて陣馬を少し休めたならば、すぐさま小西へ向かって前進すべしと、至極不元気に見えましてござります。元気にしておったか。殿、何卒この使命を角田城へお差し向けくださいまして。何と申す。若殿は勝ちに乗じて一気に小西まで進もうとなされてでござるが、これはかえって敵の実中に落ちるものと申さねばなりますまい。お年若でもあり、戦場の数も多そうござるで、我ら眺めて危うさを感じられます。大切なお世継ぎなれば、法人へお下げあって傷手当てをいたさねばなりますまい。角田城は姫が代わって守るでござります。なるほど、それもよし。しばらくお言葉ではございまするが、お方には法人へお下がりなさるまいと存じます。桜上寺秘伝は、お方のご要衝の頃よりお世話に従いながら、お方の御身のことども少しも考えられない。万一のことならば、気に乗じられるは知れたこと。お手紙様、小十郎若殿御用商の時より付き添うて参りましたればこそ、お下がりなさるまいと申すのでございます。我らはばかりながら、若殿御様で申しましたるは、名字聞き用事なさらぬよう、あっぱれ御大将としての嘘を作るべく心得て参りました。我ら眺めて少しの危うさも感じられません。お手紙様、交代なさるって本当ですかね。本当らしいな。若殿が後陣へお下がりとのことだ。お気の毒に。嫌じゃ。誰が何と申しても俺は嫌だ。俺はこの取り得も悪いとこはないではないか。お棚に締めのような白髪頭来てどうなる、どうなるのだ。お前たちは俺を後陣へ下げて、自分たちもともとも下げたいのか。戦いに疲れたのか。いえ、決して。ならば俺だけを下げて、お前たちは白髪頭と共に前進しようというのか。そんなことは。俺を下げる理屈がどこにある。少しの怪我にひるんで下がっていては、時期は乱れ、大きな戦を全うすることはできん。俺は下がらんぞ。白頭などと交代することは断じて嫌じゃ。申し上げます。お旦那姫様、入場にござります。うるさいわ、追い返せ追い返してしまい。朝村下がらんと言って追い返してしまい。若殿、大殿様のご命令にござりまするぞ。旦那木殿を入場させるわけには参りますまい。そちの言うことがけしかねる。この近所を置いて攻め進まねば、味方の勝ちは望むまい。戦は勝って勝って勝つにある。しかし敵は一旦負けて、
後に加藤の先鋒をもって構えておる。今すまるは帰って敵の実中に入ると申しもろじゃ。敵の腹どうしてわかる。若殿、わしはあなたよりは戦の馬鹿を踏んできておる。先鋒は時とともに変わるものじゃ。一旦負けても後に勝つとは当人などの申すことじゃ。初めに勝つが四十の勝ち、それが伊達侍の心意気だ。あなたは張り切ることを知ってためることをなさらぬ。それが危ない。父上、こなたは若殿の申すことお耳に入っておらんのか。うるさい、おせがれは黙っておれ。よし、そちが進まんというならわしもここから下がらん。若殿、あなたは大殿のお気持ちがお分かりにはならんのか。大殿はな。さよなら、姫、戦場にエコヒーが許されるはずじゃ。わしは下がらん。一平となってもここから下がらん。少しお休みなされ。この戦は長引く。長引いて味方に利はないぞ。俺はそれを心にかけているんだ。姫はいつの場合でも経験でことをなそうとする。つまり彼は戦のために戦りしない奴なんだ。今頃は後悔しているであろう。風邪でも引いておらんか、見舞いに行ってこい。ごめん。お棚に姫様ご名代としてまかり越してござります。何をでござる。若殿、お風邪を召しておごらぬか、見てまいれとのことで、ご機嫌を伺いに参上いたしました。姫はどうしておる。はあ、しごくお元気にて、今朝ごとは腹ごなしにと申して、弓敷いてでございました。年寄りの冷や水はよせと言ってやれ。はあ、浅村駅ごもりのおかげで、味噌一文字はうまくなったとついでに伝えよ。はあ、ごめん。
頃より何をと思っておりましたが、若々相手でござったか。退屈なのでな、メオニーを送ってやろうと思って。ああ、奥方に。メオも歌が好きであった。どうしているかな。お聞かせくだされ。まずいぞ。おい、雪が止めたら戦が始まるぞ。まあ丈夫か。よく調べておけ。締めも長ねぎ思いで、後頭がおって出陣か。時雄さんは先手を打たれると申して、準備を急いでおります。手遅れだ。相馬の方でも同じように備えをしているであろう。今こちらから仕掛けては戦いリアなんだ。何を今さら。若殿。うん？小田内殿はこの13日を消して、小西へ攻め入るそうです。今も言ってるところだが、遅い。遅いというよりは、むしろ無駄だ。殿、帳場いたしましたところ、暮れ時は主君元気であります。何時ご出馬なさると。あ、そうか、ご苦労。暮れ時にはうまいもんでも食わして休ましとけ。五十郎。この戦のりはどうも。してやられた形です。うん、わしもそう思う。言葉でございます。やはり一日も速やかに攻め入ることはいかとこれます。うん、しかし、結果は戦のための戦にしかならない。なぜならば、我が軍勢は遠く、甲府は40里も離れた土地で、雪に閉ざされ、心身ともに疲れている。しかるに敵は、雪ごもりの間に十分陣容を整えたとみなければならない。そうであろう。さよう。あの時あの勢いで攻めるべきであった。主命の石畳め奪うことではない。例えばこれは一つなんだ。こんなのはどうかな。
ってみるか。この報どもは相馬のような家姿を変えて忍び、伊達軍六千退去して古才を襲撃すると古代にいる現世を。でも伊達軍は六千の兵だというからな。え、それは本当だね。うん。おめえだからいいんだけどよ、伊達軍は六千の軍勢で古才を攻めるんだとよ。誰にも言うなよ、伊達軍は六千の大軍だとよ。え、予定は六千の軍勢で古勢城を攻めてくるというね。あなたに多々種子島を備えたというぞ。味方は苦戦を免れまい。自分の具合は温おうといい匂いでか。いや、たわたではない、失敗してんのだ。足の腰骨は確かにござる。それよりそういうことを言う暇に出馬のご用意はできてでござるか。出馬どこへ。藤十郎に申し伝えたはずじゃが。ああ、わしもそのことで参ったのだが、今さら小さいを攻めんのは無駄だと思う。攻めんなら敵の本陣たる丸森と思うが、どうだ、わしと一緒に丸森を攻めるか。またそんな顔をする。なぜわしの言うことを素直に聞かれんのだ。わしはそなたに命じられる覚えはござらん。命令ではない、相談じゃ。そちはどうしてそう石頭なんだろう。この少数の兵力で敵の本陣たる丸森に向かうことはでき申さん。あなたはどうしてさように無法なことが考えられるのじゃ。しめ、私のやり方は一面無法かもわからぬ。な、策はあるのだ。なんと言われる。俺は行くぞ。俺の言うことわかったらついてこい。分かったよ。あなたは本当に。主命、分からなければ古才の奴らと戦おうがいい。俺はそのように無駄に戦を楽しんでるのは嫌だ。分かったの。おとどまんなさい。分かったの。家の功名を押すな。おさむねにその命を捧げてくれ。何、おさむね丸森へ攻め入ったと。はねてより忍びの者が流言に惑わされ、そこまで古才へ天軍を集中して本陣丸森手を務めましたれば、奇策をもって不意打ちを仕掛けましてございます。うん、次を申せ次を。あの時を移さず本陣より古才金山を攻められれば、お味方勝利疑いなしのこと。まずはご注視。うん、すぐさま真の用意。
伊達藤次郎政宗兵を率いた政宗だ。何、伊達の小菅が兵を率いて参ったと。殿、藤次郎政宗であればよほどの大軍に添えございますまい。してやられた。少佐前味方の兵に電気を、電気を。何、政宗の勢が丸森城を攻めたとか。はっ、お味方手薄なれば落城のほど計り知れませぬ。計られたか。人の数にもいらねど、忠義の死にはもるるものかは。右近、丸門の城を押したぞ。丸森の城が落ちたというか。はっ、政宗の軍に攻め立てられ味方は総崩れ。大河内撃は無念、討ち死にいたされました。丸森の城が落ちたからは政宗の勢勢いに乗じて金山中村へ向こうこと出場じゃ。こうしては俺我が本庄が危ない。国民を解いて中村城を守りにかかれ。はっ、
敵は囲みを解いて陣払いと見たい。攻むのは今ぞ。時を打つな。はあ、攻めえ。生きて帰れたのが不思議だと思う。ご分はお強かったのでございます。残光のお御霊がお守りくださったのかもしれぬ。しかし私のなすことはこれから。これからなの。その間の泣き止まぬか。泣いたって録音が帰りではなし。あの歌が私を泣かすのです。ほんなら歌の聞こえるところへ三人で行こう。歌の聞こえるところ、あの山の右近の墓の前へだ。重責なのだ。泣きません、泣きません。ここへ来たら気が晴れ晴れとしてきました。そうだ、悲しくなったらここへ来るんだ。殿もやはり相分かった。政宗にはわしから吉名に申し伝えるであろう。何とぞ吉名に。それ閉めて閉めて。そんなことで鬼会に負けんぞ。ああもっと閉めろ、もっと閉めろ。伸びてきたというが、そっちはどう思う。刃物も対応できるかと存じます。背
天道地方へ進むには彼はぜひ必要な人材だ。宅地を与えて偶すれば切れるか。ああ、よし、万事任す。ああ、もっと締めろ締めろ。客さんになるまでやれ。人間様が馬に負けるやつあるか。ああ、締めて締めて。一段とすがすがしいの。さもない豪族どもの小競り合いがなくなればいつもこの通りのすがすがしさであるのだが。そうではないか、大内殿。いかんや。そうじゃな。もういい加減に伊達家に帰属する気はごらんか。現在をお許しくだされ、天津さえ定地を賜ったるご恩のこと、まことにありがたくは存じておりまするが。またそれを言い出す。そのようなことはどうでもよい。それより政宗に従うは嫌かどうじゃ。私は孫公に心から信頼を持つのじゃ。はい。お、獲物じゃ見てまいれ。どうじゃな、先ほどのこと。一度小浜の城に戻りまして、うん、そもあらしかと役人政宗の力となってくれ。殿、殿、殿、この定綱が怖いと。政宗もこのほどはまるで恋人でも求めるがごとく。まだか。まだかと申してござれば、もしお構いなくばお目にかかって直々主人お言葉を伝えたく存ずるが。お使者の旨ありがとうござると。何分にも主人育つな高熱を出し、先頃より病中にござれば。伊達の使者とぶつかってはちとまずござるな。いやいや、ほっとけばよ。しかし我々の話、ご返回はござるまいな。定綱二言はござらぬ。伊達の使者に会わぬのがその何よりの証拠ではござるまいか。かかにも芦名義弘殿の後ろ盾がござれば我も大いに力強うござる。いつまで待たせるのか。まあ、だて気長が食いようじゃ。でもござると、あまりに。俺、待たれよ。伊達の使いなど放っておけばよい。織の鶴には織、毛取りの子には毛取り。いや、奥陽門の子に勇者のできるはずはないではないか。政宗、父祖以来の威風では、その弓矢の子供をおぼつかないものじゃよ、ね。しかしながら、もし伊達殿がこのことを知って、我に適した時は何となさる。いや、政宗我に適するは、子ネズミが猫を狙うに等しい。伊達には良き家臣がおらん。主人が主人じゃでの。
残念でござる。耐え忍べ、耐え忍べ。耐えられること、耐えられぬことがござる。君恥ずかしめを受ければ心死すでござる。残念の見よせ。内長とも人たちに手打ちとどめ、なお数人を相手に切れ結び相果てましてござる。我もともども立ちを壊したるが、我ともども相果ててはことのまことを伝うる者がなくなりまするゆえ、生き恥さらして立ち戻りましてござります。うーん、お内やつは私の心は決まった。では大内を。政宗臆病者というは我慢もなる。その名誉を汚され、おまっさい。臣下に恥ずかしめを与えられては堪忍だな。梶五郎、一大の見違いでござりました。心にかける。定綱を我が味方にしようとしたのだ。彼は常に大内縁の拡乱者ではったからだ。それを我が味方につければ戦乱を太平に導くと思ったが、さような手ぬるいことはできん。拉致者を征伐してくれ。この二本松には高林半の用、遊佐半沢などと申す鉄柱早々の勇士が揃っております。二本松を攻めれば必ず城の取れることは明らかではありますが、この勇士を殺すことは何よりも損失でございます。それに味方もだいぶ損傷を被ることは覚悟せねばなりますまい。また今一つは、二本松と縁石関係にある関東の佐竹が黙ってはおりますわい。手前危惧いたしますは、その佐竹が立つことであります。お田薙殿が言われるごとく、せめて取ることはできましょうが、後が難題でございます。だからどうせよというのか。和議です。和議を敵方に壊せるようにして戦わずして取ること、これがお味方損傷なく済ます第一の案かと心得ます。和議を壊せるのか。して御館におかれ、ご決断がらば締めには策がござります。うん、政宗が何と申すかの。
今度の日本松攻めは政宗の考えにあるものじゃでの。お家方、あなた様はご隠居なされたとは申せ、御用でございます。その方どもは二本松の御領内に姿を変えて忍び込み、伊達軍八千の兵退去して御領内を襲撃すると古代に従言しろ。やりそうなくっちゃ館は苦戦を免れまい。三人じゃ。三人やな。伊達軍八千の兵を率いるというので味方は動揺しているらしいが、政宗のやりそうなことじゃ。政宗が常に持ちうる策でござる。伊達軍何千の兵を率いると我には佐竹という援軍が控えておる。まあまあ待たれ。敵は策を持ちうるなれば、これはその策に乗るのも方法と思う。知って策に乗る和議でござる。いやそれはならん。それはいかん。まあ待たれ。一旦負けて後で勝つ。戦と掛け声ばかりで、戦は一体どうなったのかい？聞くところによるっちゅうと、伊達軍の勢いに恐れて二本松じゃ和議申し込んだちゅうんだが。和議って何だね？和議って戦争戦に相談ぶつけちこったよ。なんだ、それじゃあ戦しねえのかい。つまんねえ。同じ勝つんだったら堂々とやって勝ちてえもんだな。そうよ、そうなりゃ俺だって出世の道が開けるんだが、相談ぶたれたんではな。畠山がしてどのようなことを申しました？どのような申し出も気に入りません。政宗は二本松を攻めてることだけです。姫、何がおかしい？何を笑うのだ？殿はな、あなたが三日四日と白攻めして取るだけのものをただの半時で見事に処置されました。もったいらぬ。義経とどのような談合をいたしたのか、それを言え。一つ、二本松は皇后伊達の家臣たるべきこと。一つ、畠山義継の嫡子12歳、国王丸は伊達に人質たるべきこと。次は？次、あなたは他に何が欲しいのかな？畠山の領地をどうする？領地、本松の城はいつ明け渡すのか、義経はどこに隠居するのか、お家さらつなる所長はどうするのか。まあ待て、お前は主目の申すことが聞こえなかったと見える。畠山は今日から伊達の家臣じゃ。わしは家臣の畠山を当分二本松に住まわせておくつもりじゃ。お前は領地のことを言うが、畠山の持ち領は全部伊達の領地になったわけ。それを実行させるには国を丸という人質がある。注意、あなたはそのような漠とした条件で彼との和議を入れたのでございますか？はっきりした条件でな。家臣と人質と、武士にとってこれほどの屈辱はあるまいではないか。そんなことは駆け引きにすぎません。父は義経が快く伊達の家臣になりきれると思うのですか？まあ見ておれ、わしは一人の味方をも痛めずに
二本松を乗っ取ってみせようから。その間に義経がどんな策をするか知りません。敵が策を用いれば味方が策を用いるまでじゃ。主命、お前が悪いのだ。いつも父親のそばについているお前がなぜそんな生ぬるい条件で和議を結ぶようにさせたんだ。お前は戦いが怖いのか。それともバカか。主命はあなた様よりは世間の苦労を積んできております。その苦労の受け方が誤っておれば何にもならん。苦労するほどボケてバカになるばかりだ。何とおっしゃられ。主命はどのようにバカだとおっしゃられます。大岩、お聞きしましょう。どのような過ちを犯したとおっしゃられ。お前は苦労に溺れて理想を失っている。理想？お前の戦いにもお前の和議にも理想というものはない。あるのはただ世間の赤に溺れた駆け引きばかりだ。わかりません。もっとおっしゃいます。主命、戦は民を休んずるためにするものだ。それが戦の理想だ。理想のない戦は永遠にやむときはなく、従って民が安堵して生きることができないんだ。今度のことでもわしは和議を結んだのが悪いというのではない。理想のない処置が全て嫌なんだ。お前は民を休んずるという口でそれを唱えるお前が、二本松にあくまで戦を仕掛けるというのはどういうわけか。わしが戦を避けて義経の和議を入れるということがどうしてお前の気に食わんのじゃ。父上、違います。理想を戦は、戦をなくするための戦はできるだけ峻厳過小であらねばならぬのです。それをせずに目的を遂げられたらなお立派ではないか。違います。父上、何が違う。伊達家は祖先以来立派な気概と精神を持って戦ってきた家でございます。他の豪族どもは手段を目的と見余って己一個の利欲のために動き回っている。大内定綱はその豪族どもの中にあって常に大内縁をかく乱するものでございます。それを助ける畠山も同じ狐と見て差し支えない。伊達家はかかる豪族都政の仲間でありたくないから言うのです。お前は若い。若い。そうですか。父上、帰ります。主命、わしは二本松の和議申し入れにはどこまでも承服がならんぞ。我が殿、我が殿、主命はバカ者で終わりましてるぞ。暑さをしのぐために水へ入るのだ。俺はむしゃくしゃするから水へ入るのだ。ゲキ、もう親父のことなど気にかけるな。誰も貴様と小田薙殿と同じに考えはしないぞ。俺などどう思われてもいい。それより殿が、殿のお気持ちが。道路激、俺は水田行くぞ。すぐ馬の寄せ。用水沼で船釣りでござるか。さまろう。私は商人の駆け引きのような仲間入りもまっぴらじゃ。小次郎、そちはどう思う？最後のには灰がたかります。この国の臭いものと灰を取り除くのが我々の役目だと思いまするが。うん、
臭いものに入る。そうじゃの。小十郎、わしは気が晴れ晴れとしてきた。帰るぞ。俺は我がどうあろうと決して兵は引かぬつもりだ、あくまでも戦うぞ。戦がねえちゅうとがっかりだな。一番願って家でも帰らせてもらうか。そうもなるめえが、なんとかせんことには体が腐っちまうよ、まったく。おいおい、戦始まるから心配するんだ。戦が始まるって？ああ始まる。今のうちにヤニの詐欺でも手入れしておけ。本当かね。当たりますいただい。俺が言うのだから間違いない。安心して休んでおれ。なんだアホなこと言うなよ。俺はまた本当かと思ったよ、バカバカしい。川の水で頭でも冷やしておけ。またメスか。まあ飯に追われてるようだな。働かずにこうメスは腹に持たれていけねえ。戦始まるって本当ですか？誰がそう言った？今カープチで聞いてきました。カープチで？ええ、戦始まるぞって言いましたで、本当かねえって言いましたら、俺が言うのには間違いがねえ。どんな野郎だった？そんなこと昔やつは固めの変な野郎でしたよ。固めの、ええ、おめえ大変なこと。何です？独眼竜って何だか知ってるか？からかっちゃいけませんよ、かしら。独眼竜を知らず、おめえ何か無礼なことを、ええ、言ったか？ちょっとだけ。何と言った？アホなことは言うな。川の水で頭でも冷やしておけって申しやした。とんでもねえことを。これは切腹腹下むんじ。おばしら、何じ？宇田内劇さんをお呼びでございます。そうらおいでなすった。お前か、老兵橋の味修芸というのは。はいはいはい、この度はどうも。戦争がのうて老兵ども気が緩んでおるであろう。はいはいはい、どうも。そのそこでじゃ。はいはいはい、その大勢あるは、はい、造兵どもの用水沼付近の荒れ地を30丁四方開墾して杉の苗を植えようとのご命令じゃ。はい、ただし戦始まるときは直ちに部署に帰って用意すること。よいか？はい、しかと申しつけ。はいはいはい。では切腹は？切腹？はい、ありがとう。米沢からお人が見えました。米沢から？はい。ああ、その江戸のか。お田内様。おう、おくれ、殿のご邪魔じゃ。よう、その江か、よく来たの。陣中見舞いか？はい、戦がないので数お気づかれのことと存じまして、お見舞いに参上いたしました。殿様、この牛の背のものは私どもがこしらえましたあんころ餅と、それから家で作りました練り酒でござります。どうぞ皆様方にお分けなすって。ああ、ありがたいありがたい。それ、はよう。Yeah.
もう泣かぬか。あの頃はよく泣いたの。いや無理もない。右近は無双の強者だった。お前にとって大事な愛ならわしにとっても大切な家来であった。どうだその絵、政宗が兄に代わって宵の一人世話しようと思うが。ご冗談を。真剣だぞ。劇はどうだ殿。それは二人ともまんざらではあるまい。右近もあの世で幼なじみの劇とその絵が結ばれたと聞いたらさぞ満足するであろう。その絵殿、殿はからかわっておいでなんだよ。僕を申すな。政宗はそんないたずら者ではないわ。わしは時々アホなことを言い出すが、言い出すことはアホなことでも気持ちはいつも真剣なのじゃ。どうだそれ。ごめんすみません。小鳥が逃げよった。劇捕らえてこい。目に背くのか。いやよくは言わない。政宗には足から吉田に申し伝えるであろう。ありがたき幸せ、熱きおぼし召しによって二本松が安泰に行けまするからは、今後は一筋に伊達館へ忠誠を励むばかりでございます。いや恐れている。まずは重ねて今一献。もはや時刻も過ごしましたればこれにて。いやそれはいかん。さあ杯をいただこう。二本松城主畠山殿への礼儀は決まりだ。このわしが世上の物洗いとあいだ。一献をして杯をいただきたから。ごめん。胸の小せがれにそう申せ。老いぼれの胸元を貫くのは覚悟なら後を追って来いと。構わぬ。こいつどもを斬れ。わしは構わぬ。斬れと申すに。すべおらぬか。斬れと申すに。ならぬ。手出しはならぬ。手出しはならぬ。おじけたか。なぜ聞かん。おわ殿、締めの深くしばらくのご辛抱。どうべき。あ、人は木を切ることをやるが、木の苗を植えることを忘れるものだ。ここに植える木の苗が今に大きな大木となって杉並木を作るかと思うと楽しみなものではないか。
かられて人質にされられていきました。人質？卑怯な義経めが我が家からったお礼と申して出し来て殿と対談中、不意に三刀を抜いて殿の胸に見し、そのまま馬にして連れ去りました。愚かなお父上。劇俺は王道青馬の河原で追いつけよ。まあ、行け。まんま、まるまるの続け、続いてこい。いかようにして連れて行かれたのじゃ。主命の深く。やのことを言うな、即答せよ。はい。本家を罰され、義継めの馬に担ぎ上げられまして。して人数は？悪名。時刻は？今しらと。よし。この道だな。誰か飛び飛ぶ表。俺との、大手はなりません。どけ。いい、大手はなりません。大手はなりません。主命。それは父上の言葉か、それとも義経めは殿に気合を加えはいたしません。ただ喝の欲しいものは。黙れ。父上を人質、武士にとってこれほどの屈辱があるか。どけどけ。いや、いけませぬ。殿を取り返すことはなりません。さもないと殿のお命が。バカ悪い。わしが取り返すのはもはや父上ではない。戦いに対する侮辱を取り返すのだ。どけどけ。なりません。さもないと殿のお命が。畑に対する屈辱。
敵おりんだ。そのまま追い、一人も撃ちますな。の致したところ、そちは死ぬことを許さんぞ。締めの者を連れ続け。敵将の礼を伴うなんてなかなかできるもんでねえだ。そうだよ、伊達様なすことだ。それにしても大友様はお気の毒なことをなされたよ。遠藤匠殿が、ご殉死をいたされました。匠は殉死したと。あれほど申し付けておいたに、命を粗末にいたすやつ。彼らはまた、わしの勇気を阻んでしまいよ。殿がお一人で、外出されたというのは誠か。はい、いつの間にやらお姿が見えません。なんたることじゃ。わしたちだけの忍びの者が城中へ入り込んでおるから危ない。成田殿はいずれじゃ。弓の間に。そうそうお探し申せればならぬ。そちも手配いたせ。はい。
ねんわ。トンを連れずおなごしたり館へ戻っておる。一人で歩きたい。館へ戻っておると申す。殿。ネゴは殿に見ていただきたいものがございます。働いた者たちでございます。親は子、子は親をも顧みず、ただ一筋に殿のご理想の憎さに従って倒れた強者でございます。その萩尾半ばに使用にとらわれては何となされます。殿、いま一度主人に命捨てた者の見舞いで帰りなされてくださいませ。メゴ。何しにそれにいる。殿、おいとまたまわりとご存じます。何？大殿亡き後、おめおめ白髪首の生き恥さらしとは存じます。とまならぬ。殿、あなた様はこの姫を生殺しにして苦しめようとおっしゃるか。それは無慈悲でござりましょう。主命、そちは政宗に忠誠尽くすが嫌か。嫌か。嫌でござります。なぜ？私はあなた様に盾ついたものでござります。あなた様の命に従わなんだものでござります。政宗は伊達の主だぞ。それでも嫌か。嫌でございます。バカ者め。主め、そちは伊達家の臣ではないのか。主上だけの臣か。うん、伊達の臣なれば父上の弔い合戦に臨んで立派にそこで討ちにせよ。
では大殿も。うん、わしはやるぞ。